はい、おはようございます。おはようございます。はい、これも今から湯布島までの距離としまして約400メートル。そして皆さんお送りします。水牛の名前は今年18歳になった増田優作っていう優作のね、人間で言うとね、54歳、あと2年でハッピーリタイア迎える。頑張れ。ここは3歳からデビューして17年間還暦まで牛舎を引っ張る二十歳。それからね、定年退職を迎えます。はい、ちょっと待ってね。運賃タイム。朝あんだけでかい運賃タイムが、今朝からね、なんかおかしいのこれ。うん、お尻もどもどしとるみたい。ここはね、乗務員は楽なのはね、小さいうちから前頭、この水洗トイレでお尻と運賃もね、するように飼育したのかな。はい、で、はい、動いた。あとね、竹富とか横浜、うん、沖縄本島には利用された琉球村近所は全て禁止で、ここはね、園内とか近くの中に垂れ流しができない、うん、ここと違って、うん、そうで、乗務員の人には竹富とかで、ね、こうやって手がんなのかやめるから、ね、あそしてここの家との味わいは地域的によそにね、数多くバラくしてね、例えば皆さん左側の電柱の向こうの古民家になってます。あそこね、川間島、あそこにはホテルのモデルのうち、そして沖縄本島には美容師の丘、琉球村、金所、そしてあとは竹富、竹富には2社、三田観光、竹富観光。三田観光の方に、後ろが歩いてる。すごいすごい。これ取れるんだね。これ取れた。竹富の方には一部からヨーロッパ人がいてね、ヨーロッパ人の方がいてあったら、100人くらいで、ほんまにでかい。でも昨日はかかわらず、水力の客に行くのか、こういうのを見たりと、私は不思議。アジア人の仕事を作るか、水力の客に行くのか。で、皆さんがおられたら、グリーンの建屋の出口の右側に、東大寺の内部が展示されます。都市の家系図の真っ直ぐで、まあ、私のみて皆さん、びっくりと、歩きね、化け物の角みたいになってます。普通角はね、まっすぐ年とともに後ろ下がってるけど、うん、あいつの角はこういう角してるからね、見るだけの価値あるからね、皆さんぜひ見てね。というのは本日の舞台は、最後の話に昭和初期の時、農耕部として台湾から入りました。で、台湾だとね、あんな角なんですよ、どこ探してもいない。そういうのはね、うちの寿命したらね、約30秒くらいしてるけど、大五郎はそれを上回って33歳まで生きた。人間でいうと99歳。だからあんなバケモンだって、ね。台湾はね、濃厚で酷使されてるね、長生きする人はどこ探しても思い出せる。地元のジオは除き、私たちは全て全国から来てます。北は北海道から東北、東京、大阪、私の家で、あと栃木、茨城、横浜、神奈川、東北、赤城、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、来年、来年お母さんになるのは、そして皆さん、上がられたら右側には水牛の本池があります。そこにはね、今おちびさん、年金暮らしの牛合わせて今48頭いる。年金暮らしの牛は今三原に放牧中。
そして3年前の平良が小松小太郎、2年前の電気はじなみちゃん、そして去年はね、みえちゃんとのどもちゃんで、今年はね、うかちゃんです。そして48頭目の勇士ね、姉牛の男の子が13頭目にやっとこせ出てきたの。幸吉君といってね、まだ体型こんなもん、その後ね、まだちょんと出てるの。皆さんも向かってね、左側に母親がおると思います。そのそばのところにね、勇士がおりますね。ここは8年前から子牛が生まれて、名前が全て皆さんから応募して組みてるから、今の若い牛はね、ハイカラの名前ばっかりは。もう昔みたいにね、おじいおばあちゃんに取ってみないからね、よっぽど名前つけるのがなかったっすよ。例えばね、マドンナ、チェリー、リビアン、ドラゴン、おすぎ、ピーク、ね、慎太郎、雄二郎、佐々木小次郎、宮本美里とかね、そう、エリチエリとか、そらひろとか、そんなくだらん名前ばっかだったよ。今はね、ハイカラの名前ばっかり。3年前、キラキラネームが流行ったでしょ。あの時、東京世田谷から来られたお母さんがキララって名前つけたらね、もう一発で即決決まったよ。あんなの初めて。1週間の量で募集して、そこから集計取ってたんで、あのキララだけはね、即決で決まったの。そう、あんなもん決まった。リボンつけとるのは、メスのお牛です。まあ、年も年、味噌汁がつる。頑張ってる。